今回は PPD、バージョン 0.6 から追加されたフロースクリプトについて、使い方の解説を、します。メニュー、表示、スクリプトマネージャーを、開き、スクリプトの上で右クリックして、新規スクリプトを作成します。次にスクリプトの基本構成単位であるノードを、適当に、追加します。ドラッグ&ドロップします。このようにしてノードを作成します。マウスを放置すれば、ヒントが出るのでドキュメント代わりにします。ノードを選択してドラッグすると、移動できます。何もないところでドラッグすると、範囲選択になります。ノードのコピー、ペースト、削除は右クリックから行います。ノードの追加は右クリックからでも、行えます。気分に応じて使い分けてください。表示領域の拡大、縮小はマウスホイールで行います。また、ホイールでドラッグすると表示領域の移動を行えます。たまに、移動させているとノードが見えなくなりますが、その時は右クリック、表示領域を合わせる、を使用します。何ができるかを簡単に把握するために、サンプルコードを、用いてスクリプトを作成してみます。ディスプレイストリングサンプルを、使用します。コントロールクリックでノードだけ選択して、コピー。自分で作ったスクリプトファイルを、選択して、リンクも貼り付け、を選択します。スクリプトの影響は PPD エディターでは見えないので、PPD を起動してチェックすることになります。今回のサンプルでは、文字列、ディスプレイストリング、を、表示するようになっています。できました。他のサンプルではリソースが、必要になる場合もありますが、コメントを読めば何が必要か、わかると思います。ノードをつなぐものはリンクと、呼ばれ、処理の流れ、緑色、と、データの流れ、青色、の、2種類があります。ノードの右アイテムをドラッグして、リンクを作成し、つなぐ先でドロップします。リンクの削除はつないだ先の、ノードの左アイテムを、ドラッグして、何もないところでドロップします。イベントリンク、緑色、は、緑色の矢印を持つアイテム同士、しか繋げません。データは基本的にデータリンクを作成して設定しますが、数値、文字列などは入力を行えます。対象のノードを選択して、ノードプロパティウィンドウで、データの値を編集します。文字列の色赤、サイズを20、表示位置を、X、Y、イコール、100、100、にしてみます。さらに表示する文字列を、捕鯨にします。編集後エンターキーで確定を、忘れないようにしましょう。見てみましょう。データの値が反映されていることが、わかりますね。頑張って、サンプルを作ったので、ぜひ試してみてください。